今回は、ニューオーリンズトライアル。監督は、ゲイリー・フレダー。2003年の作品です。銃の乱射事件によって、夫の命が奪われた未亡人による、銃器製造会社を訴えた裁判。その原告、被告双方に、陪審員の評決を売る、という怪しいメッセージが届きます。果たして売り主の正体は何者か。そもそも売り主はどうやって評決を操作するつもりなのか、というお話です。出演は、ダスティン・ホフマン、ジーン・ハックマン、ジョン・キューザック、レイチェル・ワイズほか、日本では全く馴染みのない、陪審員・コンサルタントが暗躍する物語。謎が謎を呼び、そして最後のどんでん返しがぐったり、の法廷サスペンスです。